プレセペ星団はカニ座にある三階星団である。プレセペ星団はカニ座の中心、ガンマ、イータ、シータ、デルタの各星で作られる四辺形の中心にある。属する星は577個で揃って一角十座の方向に 41km 毎秒の速度で移動している。プレセペはラテン語で海馬置を意味し、ガンマとデルタが 海馬桶の餌を食べる二頭のロバに見立てられていたことに由来する。ガンマの固有名アセルスボレアリスは北のロバ、デルタの固有名アセルスアウストラリスは南のロバという意味である。英語ではビーハイブと呼ばれる。中国ではセキシカバネキ、またはセキカバネキと呼ばれ、亡くなった人の魂が集まる、あるいは魂が 天に昇っていく際に通過する場所だと考えられていた。月のない晴れた夜には裸眼でもぼんやり見え、目の良いものならいくつか星を認められる。オペラグラスでは星団がはっきりし始める。双眼鏡では全体の形が見え、看望には双眼鏡が最適である。大光景の望遠鏡で観測すると数百個の恒星が存在することがわかる。赤い星や オレンジ色の明るい星が確認できる。プレアデス星団とは異なり、赤色巨星や白色矮星も存在することが知られている。肉眼でも見ることができ、紀元前からぼんやりとした星雲上の天体として存在が知られていた。古代ギリシアのアラトスは M44 が霞んで見えたら雨の前兆であると記している。紀元前130年頃の天文学者ヒッパルコスは、 星標に組み入れ、小さな雲、雲のような星と記している。またトレミーは、彼がアルマゲストに、ネブラへと記録したものの一つとして、胸にある雲のようなものと記述を残している。この天体が、恒星の集団であることを発見したのは、ガリレオ・ガリレーである。ガリレオは、プレセペと呼ばれる星雲は、一つの星でなく、40以上の小さな星の集団で、 焦りの他に36個の星を観測したとした。1989年に打ち上げられた人工衛星ヒッパルコスによって、プレセペ星団の星の示唆が精密に観測され、これによって、プレセペ星団の距離が577光年、年齢が約7億3000万年であることが明らかになった。プレセペ星団の年齢や固有運動は、大うし座の三回星団である。 ヒアデス星団と非常によく似ているため、二つの星団は同じ星間雲から同時期に生まれた星団ではないかとする説もある。2012年、アメリカ・ジョージア州立大学のサムクインらの研究チームは、フレッド・ローレンス・ホイップルテン問題の1.5メートル望遠鏡を使って、プレセペ星団の53の構成の視線速度を観測したところ、それらのうちの2星の視線速度に、 ドップラー変異が認められた。視線速度にドップラー変異が確認されたのは、一つは太陽よりわずかに大きい F 型主系列性のパープル0201、もう一つは太陽よりわずかに小さい G 型主系列性のパープル0211で、いずれも太陽によく似た星である。それらの視線速度のドップラー変異から、パープル0201には木星の半分ほどの質量で、 光天周期4日半のパープルレニー11にはほぼ2倍で2日周期のいずれもホットジュピターと呼ばれるタイプの惑星の存在が示唆された。2016年にはパープルレニー11に木星の8倍近くで5300日周期の惑星質量天体の存在が示唆されている。これまで星団を構成する構成の境外惑星探査はほとんど行われていなかった。 プレセペ星団のような星団は銀河系ではありふれているため今後の同様な観測によって系外惑星候補の発見数の増加が期待されている母構成のデータ系外惑星とされる天体のデータありがとうございます